お店のこう定期的な、なんていうか、お店の人がちゃんと働くようにするための、はい、なんかスーパーバイジングというか、定期循環というか、定期ミーティングとか。はい、その辺のマネジメントの、はい、大体あの、まあ、それが鹿児島があったりいろんなところがありますのであれですけど、できる限り1ヶ月に一遍は絶対顔を出す。それともう一つはこれは私がもう十何年続けてますけど、あの社員に全て誕生日にですね、あの3000円の商品券と手書きのメッセージをつけて、あの誕生日か日か前の日にですね、必ず出すようにしてます。で大変なんですよ。だからね、200何十人いるじゃないですか。ただね、あの毎日なんですよ、書かなきゃいけないのが。でね、あのいっぺんね、ある人忘れてたことがあったんですよ。これ大変でしたね。でね、あのなんかね、ある人からね、なんか私嫌われてるんじゃないですかっていうね、なんかね、誰かに言ったそうなんですよ。僕は私会長から嫌われてるのかなじゃないですかって、いや、あの今年ね誕生日のお祝いが来なかったのよっていうことを聞いてからね、これは絶対忘れたらいかんなと思って、全部手帳にですね、あのこれもそうなんですけど、この中で 赤ボールペンでですね、ちゃんと名前を書いてるんですよ。でこの日に出すとですね、誕生日につくんですよね。だけどまあそのたまにですね、まあ、あの出さないこともありま、まあ、あの忘れていることもあるので、まあ、それを防ぐためにですね、この 手帳の日付の欄にですね、赤ボールペンでその日に出さなきゃいけない社員の名前をですね、一応書いてですね、してます。でね、あの絶対ね、あの僕はあのワープロが不得意ですから、あのパソコンでやらなくて絶対手書きなんですよ。下手なんだけど、で必ず手書きで入れるとですね、あの感動が違うんですね。もう手書きのメッセージありがとうございましたということですね。で、ある方でびっくりしたのはね、嬉しかったのはね、ある人に送ったらね、あの会長ありがとうございましたって、会長がこの間見えた時に笑うんですけど、ポール・マッカートニーに似てると思いましたともう感謝ですね、私の方がね、もう誰かやこの人はと思ってね、もうちょっとお礼にすぐ行ったんですよ。もうあんたねってありがとうねって、ちょっと目悪くないでもね、まあそういうまあ冗談ですけど、そういうやり取りなんかもね。でまたね、もうすごい方はね、ただ3000円の商品券しか出さないのにね、わざわざね、あの梨のねセット5000円から1万するんじゃないですか。それをねお礼でね送ってくるから、まあ、そんなことはせんでと、そういう意味でしてるわけじゃないからねという話なんだけど、いや、あの60歳過ぎるとですね、誕生日誰もねおめでとうって言ってくれないらしいんですよ。はい、まずはみんなね忘れてるか、もう言わない方が、まあ、今更ということでね。だからね、会長だけなんですって。もう65歳越したらね、あの誕生日にねおめでとうございますなんて言ってくれた方はねいないからね、もうありがたい。まあそれは言われてる方もいらっしゃるかも分かりませんけど、あの忘れずに、そういうことをその言ってくれる方は会長です、会長ですからですからということで、まあそういうようなことで、まあ、できればコミュニケーションを取るようにはしてます。はい、はい、そう、今のちょっと関連するんですけど、月に1回は会うようにされてるというのは、はい、会長ご自身が会われてる。そうですね、あの一応あの自身ですけど、今はそのもうリフォーム参考サービスとかリフォーム系マルシェっていろいろ店舗が、まあ、全部で120店舗ありますので、全部行くわけにはいけないで、もう各その担当の者が行くようにはしてます。だから私は